はい、さい、おきとりです。今回は波照間島のエピソード4ですね。はい、今回はペンション最南端をちょっと紹介します。ちなみに今これペンション最南端さんの公式ホームページですけど、実際にこの部屋の中の映像とかもこの後紹介していきます。でこちらが食堂ですね。朝食夕食がついてるのでこちらでいただく形になります。で部屋の方にがですね、洗濯機とついてないのでこちらのランドリーで使用する形になります。部屋は本当結構簡素な部屋です。でこちらが備え付けのシャンプーリンスとボディソープですね。でこんな感じでついてます。もう完全にユニットバスです。もう本当に泊まるだけって割り切った方がいいですね。ここのホテルはその割り切った先にこの絶景が待ってます。これ屋上ですね。夕焼けも最高です。でタイミングが合えばこんな天の川って屋上から見えます、ね、もう本当に空一面満天の星空って感じです。ただ恐ろしいのはもうこの9月が埋まってます。ほんとこうなってくるとタイミング難しいんですよね。波照間島、この日本最南端の波照間島と日本最西端の与那国島、この2つの島に関してはもうチケットを取る前に宿を先に押さえてから行った方がいいですね。ここが波照間で一番人気ペンション最南端、絶景の西浜のすぐ目の前です。これやばい。これ立地がすげえな。部屋からの眺めがもう尋常じゃないですよね。これもほんと目の前ですよ。朝市とか最高ですからね。やば。食事眺望はもう抜群にいいホテルです、ね、でこの僕がペンション最南端はおすすめします。部屋は正直好みではないんですけど、ただこのやっぱりもう眺望と食事、この2つに振り切ってって考えたときに抜群の選択かなと思いますね。食事の方は次回以降流します。多分結構ボリューミーで量もそうですし、種類も豊富なんで、もうその辺があるので僕はこの部屋の感じはまあ置いといて、またリピートしたいなとは個人的に思います。ただやっぱ部屋とかそのなんていうんですかね、全体のレベルで言うと僕はこの間紹介させてもらった箱根旅館さん、あそこが好きですね。まあでももうこの景色を実際見ちゃうとどうですかね。もう全然いくらでも我慢してやるって思う人の方が多いかもしれないですね。僕も実際結構潔癖なんで、あとまあユニットバスとかもあんまり好きじゃないんですけど、この眺望とかを見ちゃうと、まあ、全然ありだなってやっぱ思っちゃいますね。今見ても思います。ではちょっと市内を回ってみましょう。一箇所目がこちら、この城跡の前方の方には貝塚なんかもあります。この椅子がすごい、なんか芸術の森っぽいっすよね。このコンクリート作りのベンチというすごいすごい、うわめっちゃ癒されるねここ。正直公園としては荒れ放題なんですけどね、でもなんかいいんですよこれは。ここは休憩にいいですよ。めちゃくちゃいい雰囲気。
の木漏れ日とこの木々たちの力強さ、なんか生命力に満ち溢れてるね。ここは電池もいくつもあって、なんかえげつねえ穴があるな。こんな穴、ちょっと大きめの動物がいるのかな。入口公園、さあちょっと上がってみましょう。城跡なんですけど、地元の老人会の方がこの公園に一応整備した感じ。波照間はそんなに高くないんで、起伏がそんなにない感じだから、結構ちょっと上がっただけで見渡せちゃう感じだと思います。あんまりなんかそんなでもないけど、実際来てみて受ける波動っていうか力強さっていうか、生命力に満ち溢れてる感じに、ここちょっと波照間来たらぜひ立ち寄ってほしいですね。なぜかそう感じる場所です。パワースポットとして紹介されてる場所でもないんですけど、僕個人的にはなんかパワースポットっぽいなって思いました。おお、行って実際現地行かれた時にあのこの言葉の意味が分かるかなとは思います。そして移動していきます。ブインブインブインって感じですね。もう空も天気で快適でした。チリンチリン。でこちらがヤブを見つけちゃったんですよね。西浜を背にして周回道路はあの5分ぐらい走ると出てきましたね。いやー、漏れ日が実に気持ちいい。もうこの天然の遊歩道みたいな、いいですよね。獣道から始まって人が通ってこの道になったって感じの、一応ここ車両進入禁止なんですね。さあまだまだ海が見えないですね。まあもうこの辺だとこういう道入っていけば確実に海の方に繋がってることは明白なんだけど、ここが何なんでしょうね。結構長いぞ。5分ぐらいですぐ抜けちゃえるもんだと思ってたんですけどね。まだあるじゃん。動画なんで結構パツンパツン切ってるんで短くなってますね。そろそろ雰囲気的に見るな。さあ一体どんな景色が待っているのだろうか。ここは進入禁止っていうのだけ書いてあったんで、この先なんだよとかっていうのは何もなく、まあそして案内板もあるはずもなく、想定より距離あります。全然すぐ出ると思ったから。おお、出ました、絶景のエントランス。あれでもこれ西浜、せっかく入ってきたのに嘘だろって思いましたね。なんか嫌な予感がするんですよね。西浜の端っこじゃねえか。まああんだけ西山で遊んでればもう覚えちゃってますよね。景色、残念ながら西浜の端っこでした。100円への西って感じですね。ほんと島来るとこういうなんか藪を入っていってみたりとかすると、完全にこれはハイキングっちゃハイキングだ。まあいい運動にはなりますね。散歩好きの人とかにも本当はおすすめなんですけど、この木漏れ日の最高じゃないですかこれ。ご視聴ありがとうございました。次回予告を入れてきます。まあ、この通り今は使われてないから空港ですね。何もないですね。空港からこうずっとまたずっと一周して走ってるような感じでしたね。
で、こちらがおすすめの飲食店ですね。あの、カフェみたいにケーキとかのスイーツセットもあります。美味しいですよ。食事はもう言うことないです。抜群にうまいです。星空観測所のすぐ隣にありますね。今回は以上です。また次の動画で会いましょう。ではまた、バイバーイ。